はいどうもこんばんは、適当です。今日は龍が如く8の続きからやりたいと思います。3章の続きから、前回が、サブストーリー中心でやって、サブストーリー終わったんでメインストーリーに戻りたいと思います。メインストーリーの続きとしては、富澤が仲間になって、ハワイアンマフィアが出てきて、ちょっとハワイアンマフィアに注意しろと。そういったとこかな。なんだっけ、ハワイアンマフィアの名前。三章、また会う日まで。アコストラックに戻る。そうか、お金稼がないかんかったんかな。で、いろいろバイトとかしてきて、また情報量を稼いできたんだ。約束通り金を持ってきて、これで教えてもらえねえか。まあいいだろう。で、聞きたいのは何だっけか。ひげの生え方が不潔やな。盗まれた。ここに持ち込んだやつがいなかったか教えてくれ。来たぜ。本当か。ああ、日系のとびっきり美人の姉ちゃんだった。あんたの顔、特にそのヘアスタイルは特徴的だからな。間違いね。編み込みのパスポートはここに。美人の女って。いや、あの姉ちゃんはパスポートを見に来たんじゃね。あんたのパスポートで第五地区に入れるか聞きに来たんだ。第五地区？バラクーダのアジトのことだ。あ、そう、ハワイアンマフィアの名前がバラクーダなんよ。昨日のあいつらか。第五地区はあそこのアジトに入ろうとしてんのか。周囲はフェンスでガチガチに囲まれてて、見張りも厳重だ。ならよそ者が立ち入れる場所じゃねえよ。あの女をそこに俺のパスポート捕まえるためにどういうことだ。追いかけないといけないのか。あそこには面白いルールがあってな。第五地区に入りたきゃ観光客からパスポート奪ってこいって言われるんだ。パスポート？何のためだよ。あそこを仕切ってるバラクーダのしのぎが偽造パスポートだからだ。本物のパスポートは偽造品の材料として欠かせねえ。実は俺がここで買い取った盗品パスポートもバイヤーを経由してバラクーダに流れてる。他人のパスポートが第五地区へのパスポートにな。そういうこと。だからあのお姉ちゃんはあんたから盗んだのを使おうって考えたんだろう。女一人で第五地区に近づくなんて相当リスキーだからな。事前に俺んとこに確認に来たんだろう。なるほどね。でもなんで千歳はんな場所に行こうなんて思ったんだ。さあな。ま、パスポートは諦めな。第五地区に渡っちまったら取り返す術はねえ。パスポート取り戻すのもあるけどよ、それ以上にあの子に用があるんだ。用事っつっても今頃第五地区の中だろ。会いたかったらあんたたちも第五地区に行くしかねえんじゃねえか。バカ言え、あんなとこ死にに行くようなもんだ。いや、あんなに残虐なし追われてるか。もしかすると、包囲を見てしまったからな。バラクーダの、なんか、千歳からなんとか手がかりを引き出して、体の皮を剥いでたんだよな。他にないのか。なくはねえけど、パスポート盗む方がよっぽど楽だぜ。キルちゃんがいれば、大体どこでも大丈夫だけど。聞かせてくれ。さっきも言った通り、第五地区はフェンスと監視でガチガチに固められてる。けどな。月に一度警察の巡回が入るんだ。警察が？第五地区の治安状況確認ってのが名目だが、
実際のところは警察も仕事してますよって体裁を保ちたいだけだ。中で起きてる犯罪やら何やらは全部知らんぷりで帰ってくる。その巡回役の警官がローマンって男でな。ローマン。当然そいつはバラクーダとズブズブの関係だ。汚職警官か。そのローマンってやつに成しつければ月一の巡回に同行できるかもしれないってことか。くそ、よりによって警察かよ。ああ、お前は顔を見せない方がいいだろう。交渉ごとには俺が立つ。アスガーも警察署内から脱走してるからな。おまけに奴はとことん金に汚くてよ。捕まっちゃうよな、警官だと。相手が5万ドルするってと500万円かよ。それもキャッシュでだ。お前らにそんな金はねえだろ。ローマに会うだけ時間の無駄さ。いや、合わせてくれ。なんだ、あんたそんな大金持ってるのか。何事も交渉次第だ。ふん、あんたが何者かは知らねえが、まあ会いに行くだけ行ってみな。ローマンは第五地区の近くにあるダイヤモンドヘッドってバーで毎晩飲んでる。ダイヤモンドヘッド。わかった。おい、マジで行くのかよ。ミザビビっとるな。これはハワイに住んでる人の方が怖いやろな。マフィアの怖さが分かってるだろうから。うん、どうした。悪いことは言わねえ。第五地区に行くのはマジでやめとけ。あのバラクーダのアジトなんだぞ。死にに行くようなもんだ。危険なのは分かってる。だが俺たちにはあまり時間がない。第五地区に乗り込むのが一番の近道なら、そうするまでだ。うん、それによ、別に喧嘩売りに行くわけじゃねえ。あの千歳って子を探してだけだ。うまくやりゃバラクーダとのトラブルも避けられるかもしれねえだろう。だからその考えが甘すぎだってんだよ。うん、俺らはよそもんだからよ。バラクーダのヤバさをよく分かってねえのかもしれねえ。でもどうした。その様子はそれだけじゃねえみてえだ。なんかあったのか、バラクーダと。よかったら話聞かせちゃくれねえか。力になれるかもしれねえ。ああ、そうだな。それに、よかったらなんて言ってるが、こうなったこいつのしつこさはもう分かってんだろ。そういうこと言います。あまり楽しい話じゃねえし、短くもすまねえからな。富澤の悲しき過去か。話聞こうか。とりあえず話聞こうか。もう何年も前のことだけどな、俺は病とは関係なく真っ当にタクシードライバーやってた。おめえもともとタクシーのうんちゃんだったのか。稼ぎはしょぼいけど、それでも楽しくやってた。惚れた女がそばにいてくれて、もうすぐ子供も授かろうってんだからな。思えばあれが俺の人生のピークだった。家族がいたのか。マリーって言ってな、そりゃいい女だった。あんたらに会わせてやりたかったよ。彼女が妊娠6ヶ月になるかどうかって頃だ。本社か。俺らの家に警官たちが押しかけてきたんだ。逮捕状持ってな。逮捕状。俺があるタクシーを襲って、乗ってた会社の社長から大金を強奪したんだとよ。何？当然事実無根だ。なのに次から次へと目撃者が出てくる。裁判の結果は懲役5年。弁護士に言わせりゃ無罪を主張してたら15年は出られないってことだった。じゃあ罪を認めたのか。商取引士で5年で弁護士を雇うような金はね。済ませたんか。認めて5年か。冤罪なのに。ごねて15年かって選択肢しかなかった。悪夢ってのはまさにあのことだ。
貧乏人のささやかな生活が、あれよあれよという間にぶっ壊れていった。なんで俺がこんな目に遭ったのか。それが分かったのは、無所に入った後だ。俺と似た経緯でぶち込まれた奴らが他にも何人かいてよ。話を聞いたんだ。おめえ以外にも？ああ、そいつらが言うには、バラクーダのボスが自分らの犯罪を無関係な人間にかぶせてるってんだ。目撃証人を何人もでっち上げて警察まで買収してな。さっきタコス屋のジェフがローマンっておまわりについて話したろ。あいつが警官側の親玉らしい。昔からやってることは大して変わってねえってことだ。バラクーダは警察を取り込んでるってことか。マリーさんはどうなったんだ？刑務所に入ってから一度だけ面会に来てくれてな。腹の子は流産しちまったってよ。あんだけのストレスにさらされたんだ。無理もねえ。きっとろくに飯も喉を通らなかったんだろうし、寝れなかったんだろう。肌はボロボロでガリガリに痩せこけてた。俺がこんな目に遭ったせいでよ。マリーとはそれっきりだ。無所を出た時にはもう行方がわからなくなってた。せめてどっかで健康にいてくれりゃいいんだが。あまり楽しい話じゃねえって言ったろ。あいにくまだ続きがある。無所を出てすぐ俺は第五地区の近くにある高級レストランを監視し始めた。レストラン？そこがバラクーダのボス行きつけの店って話を無所で聞いてたんだ。有り金はたいて銃も手に入れた。バラクーダの復讐しようとしたんか？復讐か。マリー、それに生まれるはずだった赤ん坊の仇だ。幸いボスの面は割れてた。どれくらい待ったか、ついにその時が来た。無所の中で何遍も思い描いた光景だった。俺は群がる手下をかき分けて奴の顔面に鉛玉をありったけぶち込むはずだった。なのに実際の俺は体が震えて一歩も足を踏み出せなかった。想像してたよりもずっと護衛は手薄だった。やろうと思えばできたんだ。奴は上機嫌に俺のすぐそばを通り過ぎてったんだ。なのにできなかった。俺はただの腰抜けだった。だからこそお前は今生きている。もし撃っていたら間違いなくその場で殺されてた。開きにされてな。ああ、おかげでこんな惨めな様を晒してる。撃てもしねえ銃ちらつかせて、のんきな観光客から金せびるチンピラだ。こんなのでも生きてるって言えるのかよ。富沢、借金をきっかけに病に取り込まれたのはその後だけど、バラクーダと張り合おうなんてのはハワイじゃあいつくらいだからな。あんな醜態晒しといて病の下にいることで、まだバラクーダと張り合ってる気でいるんだ。俺は救えねえよ。と、話は以上だ。どうだ、バラクーダのヤバさも俺のクソさもさすがに伝わったろ。ああ、バラクーダは相当ヤバい連中だってことがよく分かった。そうだな、警察とつながってるのも厄介だですね。富沢に因縁があるってだけ でおめえがクソだって見解にはちょいと言えない。春日は諦めんだよ。諦めないだろうな。おめえはクソでも腰抜けなんかでもねえ。だってあの病と手切る決断できたじゃねえか。あん時だっておめえは死ぬかもしれなかった。でもやれただろう。あれはお前らに当てられて。当てられようがなんだろうが、決めたのはおめえ自身だよ。あ、強盗はクソだぜからな。そこは間違えんなよ。そんだけつれえ目にあったんなら、もうバラクーダと関わりたくねえって気持ちはよくわかる。でもよ、
おめえが今の生き様をみっともなく思ってんなら、前向いて生きるためにきっちりけじめつけるべきなんじゃねえか。けじめってのがバラクーダのボスを殺すことなのか何なのかはおめえ次第だ。何にせよこのまんま連中にやられっぱなしじゃ尺じゃねえかい。だからよ、一つ俺らに手貸しちゃくれねえか。手を貸す？ああ、俺らはよそもんだし英語もだいぶ怪しい。でも茜さんを探すのは急がなきゃならねえ。結局だから千歳追ってるけど、やっぱり第五地区には行こうと思うんだ。大前提として茜さんを探さないかんからな。ハワイの裏にも通じてるやつが力貸してくれりゃ心強い。おめえは俺らを千歳を追うために第五地区に入らないかんから、どうだい、この第五地区のバラクーダと仲がいいローマのところに行かないかん、ね、さん、そういう流れだろ今。ああ、お互いいいことずくめだ。悪い話じゃないと思うぜ、トムザは。それでうまいこと乗せたつもりかよ、ダグ。バラクーダのヤバさは説明した。それでもあんたら行くってんだな。ああ、分かったよ、もう行くよ。お前らみたいなお人よし、俺がいねえとすぐバラクーダの餌食だ。なあ、そう来なくっちゃな。頼りにしてるぜ、トミさん。ああ、じゃあ改めて行こうぜ。まずはローマンの野郎からだ。頼もしい仲間ができたな。そう、装備とか整えたいけど、ええ、なんか富澤のためにも。どこで売ってるだろう、どこで売ってるんだろうな。ダイヤモンドフェッド、あ、売ってるようにはなったのか。でここまで行ってチャージしよう。安全運転。ああ、サーファーチャージしよう。ゴールの真ん中通り過ぎた。切るようになってる。あ、ここか。こっちなんかここら辺で装備変えそうやな。ちょっと行けたら買ってみる、寄ってみるか。まだ入れねえわ。準備はできてる。ダイヤモンドヘッド行こうか。オーマイガー、俺の番だな。正面から行っていいんかな。
ユン。かかってきやがる。よし。ほら。キーワード。俺の番か。はい、いい調子だぜ。体が軽いな。こういうところにアイテムが取り忘れたくないんだよな。あ、あいつ強いやつだ。やるか。ハワイの猛者たち。やべえ、クソ強いや。あ、これ死ぬかも。ちょっと逃げよう。手加減はなしだ。超強いやつだ。あいつはやべえ。やべやべ、あいつはやべえ。別のやつと戦おうか。アイテムねえのか。レベル高くねえこいつら。ハンドワイン。当たってねー。やべ、めっちゃ食らったんだが。やべ、こいつは強え。あ、これやっぱレベル低い俺、もしかして。上がらねえ。体が重い。よし、やるぜ。え、マジで強え。キリちゃんが。やるぜ。ほら来いよ。どうした。やるしかない。くっそ、上がらねえ。俺の番だ。敵が強い。まだ強くなれるだな。ここは無理。ザコ敵倒してレベル上げるのはありかもな。
びで変えねえと無理かも。モーニングリン。勇気のペンダント。これいいな。死ぬ。回復しとくか。俺の番だ。腰抜き野郎が。俺の番か。ガードできねえ。俺の番だ。俺の番だな。大丈夫か、これで。悪くない。ならず者の憩いの場って感じだな。あんたがローマ？おや、観光の方かな。ようこそハワイへ。楽しんでますかと言いたいところだが、タコス屋のジェフから通報があったよ。バラクーダに入団しようとする不審な輩が来たってね。いや、町の危機を未然に防ごうと尽力する。彼は市民の鏡だ。抜け抜けとよく言うぜ。なるほどな。表向きはそういう体で行くのか。ジェフの野郎チクリやがって。俺たちはバラクーダに入団するつもりはない。第五地区に入りたいだけだ。お前が手引きできると聞いたんだがな。まさか。俺は第五地区の巡回担当ではあるが、そんな裏で手引きだなんて。金払わんと。それに入れてくれないのかもな。君は指名手配中のジョン・ドゥー君だ。奈良市の本兵というらしいね、ジョン・ドゥーという話をしている場合ではないな。なあ、ローマンさんよ。あんたにご家族は？なんだね、急に。なあに、あんたくらい熱心な警察官なら、さぞや幸せな家庭も築かれてるんだろうと思ってよ。それはもう別品の神さんと。
目に入れても痛くねえ自慢の息子がいるよ。今年ちょうど二十歳になる。まあそういえばあいつ車欲しがってたな。5万ドルはするっていうスポーツタイプのやつ。しかし俺は白球のしがない警官だからな。もし息子の願いを叶えてくれる人がいたらいいんだけどな。いないかなそんな人。本当に5万ドルせびってきやがった。ジェフの野郎、情報は確かだったみてえだな。なんで銃抜いた？はいはい。さあどうする？払うのか？お？まあ払わないならここでゲームオーバーだ。見ての通り客はみんな俺の手駒だ。ここで起きる出来事は全部事故で片がつく。すがすがしいくらいのクズだな。ローマ、あいにく俺たちはそんな金持ち合わせていない。でないよ。だが第五地区には案内してもらいたいんだがな。なんだお前。それにこいつの冤罪も証明してもらわないとな。俺にも警察の知り合いが何人かいるが、どいつもこいつもてめえの信念のために命張るバカばっかりでな。おい近づくな。おめえみたいなのが盾さんのことかな。警察のバッジつけてるのを見るとヘドが出る。来るなって言ってんだろ。おいおい危ねえな。こっちは何もしてねえのにチャカぶっ放すとはよ。ペトボエやな。Well, what are you waiting for? なんて言ってかわかんねえけど。富澤、やる気っぽいわ。いけるか？言われるまでもね。These damn tourists think they can walk all over us. Let's teach him how wrong they are. まずはどうしたらいい？周りからやったらいいかな。ローマンなんちゃらボーリングみたいに。だいぶ倒した。風邪ひいた。これでこれかな。寝てる。俺の番だな。で、バッテリー出力。楽天か。ローマにやるか。ここでしびれてもらおうか。しびれないんか。いて。銃ってくるのかな。普通に撃ってくるわ。いて。いっちゃう。よし、あとローマンだけ。終わらせる。おわし、もらった。放電準備。パピー上昇。仕事だぜ。配信率上昇。リダクション。逃げたんだわ。俺の番だな。行くぜ。
放電準備。あっちの巣。うわ、ショットガンや。ビビってんのか。俺の番だ。行くぜ。ドーマはそんな強くなかったな。よし。状況だけは確定せよ。よし。上昇上昇。悪くない気分だぜ。新小牧流砕きの極み。また強くなっちまった。これが俺の真骨頂よ。くっそー。うわっ。あっ。この富澤くさごら。危なっ。何やってんだよ。何って？もう少しで収束だったんだぞ、お前。そうだな。ビビったぜ。ビビったじゃねえよ、バカ野郎。俺はお前の家族でも親友でもねえんだぞ。そっか、俺はとっくにダチだと思ってたぜ。こういうとこがあれやな。それよりここの正しいのところだな、カスラの。あ、いや、もういいや。キリュウさん、俺の髪の毛大丈夫ですか？髪の毛の心配してる。玉かすったと思うんすけど、剥げてません？うん、別になんともねえよ。先っちょが焦げてるだけだ。もともとチリチリなんだから気にすんな。あ、そういうこと言います？ロンデリ、こいつ特別なオーダーしねえとできねえスペシャルなヘアスタイルなんすよ。なんなんだよ、チリチリ。一体お前はバラクーダの手先となって警察の立場を使って罪もない人たちに濡れ衣を着せてきた。間違いないな。ああ、そうだ。お前はこの二人、富澤と春日にも濡れ衣を着せたんだな。ああ、そうだよ。この野郎。富澤、その怒りはとっとけ。バラクーダにとっておけ。こいつはただの下っ端だ。クソ。俺に引っかぶせた容疑はきっちり撤回してもらうぜ。おかげでせっかくのハワイなのに六スッポ外も出歩けねえんだ。いいな。わかったよ。そりゃどうも。要件はもう一つある。俺たちを第五地区に案内しろ。あんなとこに何の用だよ。観光客が行く場所じゃねえぞ。人を探してんだ。そいつは多分第五地区に隠れてる。第五地区に案内するのは不可能じゃねえが、俺にとっても危険な賭けなんだ。もしバラクーダのボスにバレたら。バラクーダのボスとやらが誰か知らねえが、俺もそこそこ怖いぜ。分かったよ、分かった。案内する。明日だいたい巡回があるんだ。キリュウちゃんとカスラがいりゃだいたい大丈夫だ。正午に第五地区のゲート前に来てくれ。マフィア協力。マフィアでも大丈夫だろ。ハワイでの公然わいせつ紹介とか罰金1000ドルだったな。あそこら辺でずっと戦ってきてるからな。5万ドルのスポーツカーじゃなくて悪かったな。キリュウさん、すんません。オンに行きます。これでやっと無罪放免ってわけか。ひとまず助かったな、ローマンさんよ。富澤に感謝しろよ。これで第五地区に行けるな。女性を捕まえないと。ああ、
そうか。ちょっと待っとけっていう。準備もいるだろうしな。で、買い物行かんか。レベル上がったし、あいつは倒せねえかな。いや、無理そうやな。ちょっとあいつ見てるからやべえ。離れん。あー、まだいけねえな。戻ろっか。なんかまたいるわ。冠レベル上げにちょうどいいから、冠は晴れるやつは買っとこう。インカイを周りやったらいいかな。ウラ禁断のボディメイク、でかくなったな。先にこいつやるか。モンスターリフト、あーやっぱ強いな。キリ足んねえのきついな。まあ、ジョブ経験値は結構もらえるな。まだ大丈夫。開けてみるか。やったぜ。右から。成長アイテムか。消えてきた。みなぎってきたぜ。人種だったな。まったくだ。俺らもヘトヘトよ。キリュウさんは平然としてますよね。やっぱ物がちげえわ。そんなことはない。意地張ってるだけさ。ならさ、一杯引っ掛けて英気を養うってのはどうすか。氷は冷蔵庫に入ってる。こいつら金ねえから。グラスはキリュウちゃんにたかってるな。3人分くらいはあるだろう。やりお、あるある。グラスは俺持ってくよ。おう、サンキュー。さっきはよくこらえたな、富澤。俺もそこまでガキじゃねえっての。朝は病の子分だったのに、今はお前らと一つ屋根の下。挙句あの第五地区に突入か。人生何が起こるかわからねえな。おい、妙なことに巻き込んじまって悪いな。バカ野郎、巻き込まれたんじゃねえ。俺は俺の人生のけじめをつけるために行くんだ。
それにお前らに人生変えられて、その上命まで救われちまった。ここまで借り作ってとんずらこけるほど俺も落ちぶれちゃいねえんだ。迷惑と言われようが俺はついてくぜ。ありがとうよ。だけど本当に後悔してねえか、病と手を切ったこと。焚きつけたのはお前だけど、決めたのは俺自身だ。まだ一時去ってないのか。病一派に加わったのも奴らから借りた金が返せなくて取り込まれたんだ。そんな風にずっと流されるまま生きてきて、こんな年になっちまった。よいしょ。年なんて関係ねえって。今からだって十分やり直しが効くさ。そうかな。龍が如くセブンの時に、ね、俺なんか18年懲役食らって言ってたよね。お勤め終えたのは40過ぎだぜ。遅くはないみたいな。でもやり直すにも遅くはないみたいな。そうだな。ホームレスからな、出発したからな、偉人町では。すげえ楽しいよ。だからきっとトミおめえも大丈夫だって。なんだよトミって。いや、トミだやけ。トミ沢だからトミだろ。だっせえあだ名だな。やめろよこっぱずかしい。え、おいいじゃねえか。ねえ桐生さん。お前のネーミングセンスは知らんが、やり直しはきっと効くさ。そいつが一生懸命に生きりゃ。あれとも10年以上部署に入ってたからな。桐生ちゃんも話に熱中しちゃってた。桐生さんもロックでいいすか。いや、俺はこれがいい。ただ物事には終わりがあるってことも知っておくといい。やり直しは効くが、それは遡るってことじゃねえ。人の一生はどこまで行っても一筆書きだ。だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが、身に染みたのは俺もつい最近だ。桐生さん、なんかあったんですか。ああ、お前らには言っておいた方がいいだろうな。どうした。俺はな、癌なんだ。ああ余命半年とそう言われてる。マジか。堂島の龍ががん、まあ、病気には勝てないか。ちょっと早いけど蹴りがいいんでね、ここまでにしときますか。第3章また会う日まで終わり。次やるときは4章イミテーションゴールドから、やりたいと思います。第5地区に、潜入かな。で地頭戦の後を追うと。じゃあ、今日はこれで龍が如く8終わります。お疲れ様でした。ありがとうございます。